沢な一品です。もうあとは美味しい、美味しいですよ、これめちゃくちゃ美味しい。おしゃれカップルですってね。えもう猫舌うちのさんはとんでもない猫舌なんでこうなっちゃうんですよ。タレが濃厚だけど辛いわけじゃないから、うん、すごく美味しいです。続いては中級編、上根黒三丁目にある居酒屋青コーナー。鬼奴さん夫婦がやってきたのは山手通りから奥に入ったところにある住宅街。ここに名店が隠れているそうです。いやこれは飲食店ある雰囲気じゃないな。こっち来ちゃうとちょっと住宅街なんだよね。住宅すぐ住宅街やもんな。はい、地中ごちょっと待って、こっち側ってことでしょ。こっち側なんかあれどうじゃない、いや道の前だ。俺ねやっぱ隠れ家っていうからには多分路面には出せないと思うんだよ。こんなだって。その時ここ騒いだろ、これ。あれ何これ、あれ賑わってる、これじゃない、そこには普通に車が止まっている民家が。念のため民家の中を確認します。これは俺違うと思うぜ。さすがにこんなさ住宅地にあるわけないじゃん。わかるわけない。隠れすぎている名店中級編青コーナー。上根黒三丁目の閑静な住宅街の路地裏にひっそりと隠れています。こんなとこ知ってたらええな。こんにちは。あ、こんばんは。もうすげえ。お店だ。すごい。何ですかここ。お店すごい。青コーナーは地元の人でにぎわう居酒屋さんでした。なんでわざわざこうわからないように隠れてるんですか。探してきてもらって見つけた時の喜びを味わう。